よろしくお願いします、はい、お願いします。今回スーパーサッカーでは J リーグで歴代10番を背負った試合数を数えました、はい、ランキングは2位です。2位、はい、イメージがつかないですね。僕自分でそんなに自分が10番っていうイメージあんまりないですよ本当は。あ、ないんですか、うん、ないんですよあんまり。そんなに10番の感覚がないって言ってたの私驚いたんですけど。そうなんですよ、はい、僕が自分が10番だなんていう気持ちでそこまでいるという思いはあんまりなかったんですよね。10番をジュビロでつけたっていうところも、はい、マネージャーがこう選手に振り分けたんですよね。その時はやっぱ責任がある番号もらってしまったなっていう、なかなかみんなつけなかったっていう、ね、だから重い番号ですよね。やっぱり10番っていうのは勝利につながるゴールをする決定的な仕事をする人が10番という。いい時ばかりではなく辛い時もありましたか、はい、やはり決定的な仕事をするというのが10番なので、まあ、負けてしまったりなかなか勝てない時っていうのはその10番の役割というか仕事を問われるわけじゃないですか。ですからその辺に関しての責任やそのプレッシャーもいっぱいありましたよね。今の10番たちは日本代表の10番をつけていた、はい、ナナミさんと。僕は10番つけてましたけど、はい、プレイヤーとしたらそのナナミのが10番に似合うというかそういう気持ちはあります。彼は7番が好きなので7番つけてましたけど、まあ、日本代表で彼は10番つけてプレーしてましたし、やっぱり10番っていうのは、まあ、イマジネーションあるプレーで得点を取るっていうのももちろんなんですけれども、フリーキックが蹴れるっていうのがすごいポイントにあるので、フリーキックが蹴れる選手が10番であった方が、僕のイメージの10番です。まあ、僕の方が1個年上っていうのもあるんですけど、まあ、彼が僕に10番をこう、まあ、譲ったっていう形なんじゃないですかね。自身にとって、10番とはというのを、はい、まあ、絶対的な信頼があってチームの勝利に貢献するプレーをするゴールをするってことですね。絶対的な信頼っていうのは監督の信頼でチームメイトの信頼でサポーターの信頼ってそういう選手が10番だという、うん、そういう思いです。よろしくお願いいたします。1位です。あ、そうなんですか。はい、改めて10番を背負ったきっかけやいきさつなどを教えていただけますか。小さい頃からサッカーを始めた時に、まあ、例えばマラドーナであったりとかジーコであったりとかっていうところの選手たちが、まあ、10番つけていて、まあ、10番での憧れというのはもう小さい頃から持ってましたし、まあ、それを会社に伝えた時にはお前が10番つけていいということを言っていただいた、ので、まあ、非常に自分の意見も通って嬉しかったですね。1番から例えば11番までっていう時にはおそらく10番つけてたのが長谷川健太さんだったと思うんですけど、いや健太さんは9番だろうって僕は思ってて、で、まあ、その中で10番へのこだわりもありましたし憧れもありましたので、まあ、是非とも僕が10番つけたいっていうところはアピールしました。ご自身の理想としていた10番像というのはあったりしましたか。チームとしてエースと呼ばれる番号が10番でしたので、まあ、その10番これはやはり得点であったりとかアシストであったりとかっていうところの部分、チームを助けるというところへの部分を全て持っている選手がつける番号だと思ってましたので、まあ、その覚悟を持ってつけました。なんか10番が重みに感じる時などもあったりしたんでしょうか。チームが負けたりした時というのはやはり自分にかかる重圧というのは当然感じてましたし、サポーターの方々もやはり厳しいお言葉というのは僕自身には来ました。悪い時にどれだけチームのためにできるのかというところも10番の役割だと思ってやってましたので、勝った時の喜びは少し多でした。自身にとって10番とはというものを教えていただけますか。いや、僕のサッカー人生そのものだと思います。10番イコール僕はエースだと思ってますので、はい、やはりエースに見合う やはり活躍をしなければいけないという責任をこう背負いながら本当にプロ選手として戦ってきたので、今でもその10番へのこだわりは本当です。